教えと旅する男、江戸川乱歩。前回の続きからです。頂上には10人余りの見物が一塊になっておっかな顔をして、ボソボソ声でささやきながら品川の海の方を眺めておりましたが、兄はと見るとそれとは離れた場所に一人ぼっちで、遠眼鏡を目に当ててしきりと浅草の境内を眺め回しておりました。それを後ろから見ますと、白っぽくどんよりとした雲ばかりの中に、兄のビロードの洋服姿がくっきりと浮き上がって、下の方のごちゃごちゃしたものが何も見えぬものですから、兄だということは分かっていましても、なんだか西洋の油絵の中の人物みたいな気持ちがして、神々しいようで、言葉をかけるのもはばかられたほどでございましたっけ。でも母の言いつけを思い出しますと、損もしていられませんので、私は兄の後ろに近づいて、兄さん何を見ていらっしゃいますと声をかけたのでございます。兄はびくっとして振り向きましたが、気まずい顔をして何も言いません。私は、兄さんのこの頃のご様子にはお父さんもお母さんも大変心配していらっしゃいます。毎日毎日どこへお出かけなさるのかと不思議に思っておりましたら、兄さんはこんなところへ来ていらしたのでございますね。どうかその訳を言ってくださいまし。日頃仲良しの私にだけでも打ち明けてくださいまし。と、近くに人のいないのを幸いに、その塔の上で兄をかきくどいたものですよ。なかなか打ち明けませんでしたが、私が繰り返し繰り返し頼むものですから、兄も根負けをしたと見えまして、とうとう一ヶ月来の胸の秘密を私に話してくれました。ところがその兄の反問の原因と申すものが、これがまた誠にへんてこりんな事柄だったのでございます。兄が申しますには、一月ばかり前に十二階へ登りまして、この遠眼鏡で観音様の境内を眺めておりましたとき、人混みの間にちらっと一人の娘の顔を見たのだそうでございます。その娘が、それはもう何とも言えない、この世のものとも思えない美しい人で、日頃女には一向冷淡であった兄も、その遠眼鏡の中の娘だけにはぞっと寒気がしたほども、すっかり心を乱されてしまったと申しますよ。その時兄は一目見ただけでびっくりして遠眼鏡を外してしまったものですから、もう一度見ようと思って同じ見当を夢中になって探したそうですが、眼鏡の先がどうしてもその娘の顔にぶつかりません。遠眼鏡では近くに見えても実際は遠方のことですし、たくさんの人混みの中ですから、一度見えたからといって二度目に探し出せると決まったものではございませんからね。それからと申すもの、兄はこの眼鏡の中の美しい娘が忘れられず、ごくごく内気な人でしたから、古風な恋煩いを煩い始めたのでございます。今のお人はお笑いなさるかもしれませんが、その頃の人間は誠におっとりしたものでして、息ずりに一目見た女を恋して煩いついた男なども多かった時代でございますからね。言うまでもなく、兄はそんなご飯もろくろく食べられないような衰えた体を引きずって、またその娘が観音様の境内を通りかかることもあろうかと悲しい空頼みから、毎日毎日勤めのように十二階に登っては、眼鏡を覗いていたわけでございます。恋というものは不思議なものでございますね。兄は私に打ち明けてしまうと、また熱病闇のように眼鏡を覗き始めましたっけが、私は兄の気持ちにすっかり同情いたしましてね。
千に一つも望みのない無駄な探し物ですけれど、およしなさいと止め立てする気も起こらず、あまりのことに涙ぐんで、兄の後ろ姿をじっと眺めていたものですよ。するとその時、私はあの怪しくも美しかった光景を忘れることができません。30年以上も昔のことですけれど、こうして目をしゃぎますと、その夢のような彩りがまざまざと浮かんでくるほどでございます。さっきも申しました通り、兄の後ろに立っていますと、見えるものは空ばかりで、もやもやとした無駄雲の中に兄のほっそりとした洋服姿が絵のように浮き上がって無駄雲の方で動いているのを、兄の体が宙に漂うかと見誤るばかりでございました。がそこへ突然、花火でも打ち上げたように白っぽい大空の中を、赤や青や紫の無数の玉が先を争って、ふわりふわりと登っていったのでございます。お話ししたのではわかりますまいが、本当に絵のようで、また何かの前兆のようで、私は何とも言えない怪しい気持ちになったものでした。何であろうと急いで下を覗いてみますと、どうかしたはずみで風船屋が粗相をして、ゴム風船を一度に空へ飛ばしたものと分かりましたが、その自分はゴム風船そのものが、今よりはずっと珍しゅうござんしたから正体が分かっても、私はまだ妙な気持ちがしておりましたものですよ。妙なもので、それがきっかけになったというわけでもありますまいが、ちょうどその時、兄は非常に興奮した様子で、青白い顔をぽっと赤らめ、息を弾ませて私の方へやってまいり、いきなり私の手を取って、さあ行こう、早く行かぬと間に合わぬと申して、ぐんぐん私を引っ張るのでございます。引っ張られて塔の石段を駆け下りながら訳を尋ねますと、いつかの娘さんが見つかったらしいので、青畳を敷いた広い座敷に座っていたから、これから行っても大丈夫のところにいると申すのでございます。兄が見当をつけた場所というのは、観音堂の裏手の大きな松の木が目印で、そこに広い座敷があったと申すのですが、さて二人でそこへ行って探してみましても、松の木はちゃんとありますけれど、その近所には家らしい家もなく、まるで狐につままれたような塩梅なのですよ。兄の気の迷いだとは思いましたが、しおれ返っている様子があまり気の毒なものですから、気休めにその辺のかけら屋などを訪ね回ってみましたけれども、そんな娘さんの影も形もありません。探している間に兄と別れ別れになってしまいましたが、かけ茶屋を一巡して、しばらくたって元の松の木の下へ戻ってまいりますとね、そこにはいろいろな露店に並んで、一軒ののぞきからくり屋がピシャンピシャンと鞭の音を立てて商売をしておりましたが、見ますとそののぞきの眼鏡を兄が中腰になって一生懸命覗いていたじゃございませんか。兄さん、何をしていらっしゃると言って肩を叩きますと、びっくりして振り向きましたが、その時の兄の顔を私はいまだに忘れることができません。何と申せばよろしいか、夢を見ているようなとでも申しますか、顔の筋がたるんでしまって、遠いところを見ている目つきになって、私に話す声さえも変にうつろに聞こえたのでございます。そして、お前、私たちが探していた娘さんはこの中にいるよと申すのです。そう言われたものですから、私は急いでおわしを払って覗きの眼鏡を覗いてみますと、それは八百屋お七の覗きからくりでした。ちょうど吉祥寺の書院で
お七が木津田にしなだれかかっている絵が出ておりました。忘れもしません。ガラクリ屋の夫婦者はしわがれ声を合わせて無知で拍子を取りながら膝でつったついて目で知らせと申す文句を歌っているところでした。あの膝でつっつらついて目で知らせという変な節回しが耳についているようでございます。覗き絵の人物は教えになっておりましたが、その道の名人の作であったのでしょうね。お七の顔の生き生きとして綺麗であったこと、私の目にさえ本当に生きているように見えたのですから、兄があんなことを申したのも全く無理はありません。兄が申しますには、たとえこの娘さんが後白井者の教えだと分かっても私はどうも諦められない。悲しいことだが諦められない。たった一度でいい、私もあの吉座のような教えの中の男になってこの娘さんと話がしてみたいと言って、ぼんやりとそこに突っ立ったまま動こうともしないのでございます。考えてみますと、その覗きからくりの絵が光線を取るために上の方が開けてあるので、それが斜めに十二階の頂上からも見えたものに違いありません。その時分にはもう日が暮れかけて、一足もばばらになり、覗きの前にも二三人のおかっぱの子供が未練らしく立ち去りかねてうろうろしているばかりでした。昼間からどんよりと曇っていたのが、日暮れには今にも一雨来そうに雲が下がってきて、一層押さえつけるような気でも狂うのじゃないかと思うような嫌な天候になっておりました。そして耳の底にドロドロと太鼓の鳴っているような音が聞こえているのですよ。その中で兄はじっと遠くの方を見据えて、いつまでもいつまでも立ち尽くしておりました。その間がたっぷり一時間はあったように思われます。もうすっかり暮れきって、遠くの玉のりの花ガスがチロチロと美しく輝き出した自分に、兄ははっと目が覚めたように突然私の腕をつかんで、ああいいこと思いついた、お前お頼みだからこの遠眼鏡を逆さにして大きなガラス玉の方を目に当てて、そこから私を見ておくれでないかと変なことを言い出しました。なぜですって尋ねても、まあいいからそうしておくれなと申して聞かないのでございます。一体私は生まれつき眼鏡類をあまり好みませんので、遠眼鏡にしろ顕微鏡にしろ、遠いところのものが目の前へ飛びついてきたり、小さな虫けらが毛玉のみたいに大きくなる、お化けじみた作用が薄気味悪いのですよ。で、兄の秘蔵の遠眼鏡もあまり覗いたことがなく、覗いたことが少ないだけに余計それが魔性の機会に思われたものです。しかも日が暮れて人が合いも定かに見えぬ薄ら寂しい観音堂の裏で遠眼鏡を逆さにして兄を覗くなんて、薄気味悪くもありましたが、兄が立って頼むものですから仕方なく言われた通りにして覗いたのですよ。逆さに覗くのですから、二三軒向こうに立っている兄の姿が二尺くらいに小さくなって、小さいだけにはっきりと闇の中に浮き出して見えるのです。他の景色は何も映らないで、小さくなった兄の洋服姿だけが眼鏡の真ん中にじんと立っているのです。それが多分兄が後じさりに歩いていったのでしょう。みるみる小さくなって、とうとう一尺くらいの人形みたいな可愛らしい姿になってしまいました。そしてその姿がずっと宙に浮いたかと見ると、あっと思う間に闇の中へ
溶け込んでしまったのでございます。私は怖くなって、こんなことを申すと年甲斐もないとおぼし召しましょうが、その時は本当にぞっと怖さが身にしみたものですよ。いきなり眼鏡を離して、兄さんと呼んで兄の見えなくなった方へ走り出しました。ですがどうしたわけか、いくら探しても探しても兄の姿が見えません。時間から申しても遠くへ行ったはずはないのに、どこを訪ねてもわかりません。なんとあなた、こうして私の兄はそれっきりこの世から姿を消してしまったのでございますよ。それ以来というもの、私は一層遠眼鏡という魔性の機械を恐れるようになりました。ことにもこのどこの国の船長ともわからぬ偉人の持ち物であった遠眼鏡が特別嫌でして、他の眼鏡は知らず、この眼鏡だけはどんなことがあっても逆さに見てはならぬ、逆さに覗けば矜持が起こると固く信じているのでございます。あなたがさっきこれを逆さにお持ちなすった時、私が慌てて乙女申したわけがお分かりでございましょう。ところが長い間探し疲れて元の覗き屋の前へ戻って参った時でした。私ははたとあることに気がついたのです。と申すのは、兄は教えの娘に恋焦がれたあまり、魔性の遠眼鏡の力を借りて自分の体を教えの娘と同じくらいの大きさに縮めて、そっと教えの世界へ忍び込んだのではあるまいかということでした。そこで私はまだ店を片付けないでいた覗き屋に頼みまして、吉祥寺の場を見せてもらいましたが、なんとあなた、案の定兄は教えになってカンテラの光の中で吉座の代わりに嬉しそうな顔をしてお七を抱きしめていたではありませんか。でもね、私は悲しいとは思いませんで、そうして本望を達した兄の幸せが涙の出るほど嬉しかったものですよ。私はその絵をどんなに高くてもよいから必ず私に譲ってくれと覗き屋に固い約束をして、妙なことに故障の吉座の代わりに洋服姿の兄が座っているのを覗き屋は少しも気がつかない様子でした。家へ飛んで帰って一部始終を母に告げましたところ、父も母も何を言うのだ、お前は気でも違ったのじゃないかと申して、何と言っても取り上げてくれません。おかしいじゃありませんか。老人はそこでさもさも滑稽だと言わぬばかりに笑い出した。そして変なことには私もまた老人に同感して一緒になってゲラゲラと笑ったのである。あの人たちは人間は教えなんぞになるものじゃないと思い込んでいたのですよ。でも教えになった証拠には、その後兄の姿がふっつりとこの世から見えなくなってしまったじゃありませんか。それをもあの人たちは家出したのだなんぞと、まるで見当違いな当て推理をしているのですよ。おかしいですね。結局私は何と言われても構わず、母にお金をねだって、とうとうその覗き絵を手に入れ、それを持って箱根から鎌倉の方へ旅をしました。それはね、兄に新婚旅行がさせてやりたかったからですよ。こうして汽車に乗っておりますと、その時のことを思い出してなりません。やっぱり今日のようにこの絵を窓に立てかけて、兄や兄の恋人に外の景色を見せてやったのですからね。兄はどんなにか幸せでございましたろう。
娘の方でも兄のこれほどの真心をどうして嫌に思いましょう。二人は本当の新婚者のように恥ずかしそうに顔をあからめながら、お互いの肌と肌とを触れ合って、さもむつまじく、尽きぬむつごとを語り合ったものでございますよ。その後、父は東京の商売を畳み、富山近くの故郷へ引っ込みましたので、それにつれて私もずっとそこに住んでおりますが、あれからもう30年の余りになりますので、久々で兄にも変わった東京が見せてやりたいと思いましてね。こうして兄と一緒に旅をしているわけでございますよ。ところがあなた、悲しいことには娘の方はいくら生きているとはいえ、もともと人のこしらえたものですから、年を取るということがありませんけれど、兄の方は教えになっても、それは無理やりに形を変えたまでで、根が寿命のある人間のことですから、私たちと同じように年を取ってまいります。ご覧くださいまし。25歳の美少年であった兄が、もうあのように白髪になって、顔には醜いシワが寄ってしまいました。兄の身にとっては、どんなにか悲しいことでございましょう。相手の娘はいつまでも若くて美しいのに、自分ばかりが汚く追い込んでゆくのですもの。恐ろしいことです。兄は悲しげな顔をしております。数年以前からいつもあんな苦しそうな顔をしております。それを思うと、私は兄が気の毒でしょうがないのでございますよ。老人は安全として教えの中の老人を見合っていたが、やがてふと気がついたように、ああ、とんだ長話をいたしました。しかし、あなたは分かってくださいましたでしょうね。他の人たちのように、私を狂人だとはおっしゃいませんでしょうね。ああ、それで私も話しがいがあったと申すものですよ。どれ、兄さんたちもくたびれたでしょう。それに、あなた方を前に置いて、あんな話をしましたので、さぞかし恥ずかしがっておいででしょう。では、今休ませてあげますよ。と言いながら、教えの額をそっと黒い風呂敷に包むのであった。その刹那、私の気のせいであったのか、教えの人形たちの顔が少し崩れて、ちょっと恥ずかしそうに唇の隅で、私に挨拶の微笑を送ったように見えたのである。老人はそれきり黙り込んでしまった。私も黙っていた。汽車は相も変わらず、ゴトン、ゴトンと鈍い音を立てて、闇の中を走っていた。10分ばかりそうしていると、車輪の音がのろくなって、窓の外にちらちらと2つ、3つの明かりが見え、汽車はどことも知れぬ山間の小駅に停車した。駅員がたった一人、ぽっつりとプラットホームに立っているのが見えた。ではお先へ。私は一晩ここの親戚へ泊まりますので。老人は額の包みを抱えてひょいと立ち上がり、そんな挨拶を残して車の外へ出て行ったが、窓から見ていると細長い老人の後ろ姿は、それがなんと教えの老人そのままの姿であったか。簡略な柵のところで駅員に切符を渡したかと見ると、そのまま背後の闇の中へ溶け込むように消えていったのである。